特徴ある商品・サービスを紹介するビジネスのヒゲのコーナー今回ご紹介するのはこちらに貼られたシール何のためのシールかというとソプラノリコーダーの笛穴に貼り付ける笛ピタ弾力のあるシールが笛穴を押さえやすくして指の力が弱くても 簡単にリコーダーを吹くことができます開発したのは横浜市の主婦北村由香さんが起業したアイディアパーク楕円形の形をしてましてこちらエラストマーという素材を使っていますエラストマーという素材は病院のカテーテルですとかグリップあの滑り止めのものとかあの医療系のものがよく使っています それなので安全で滑りにくいという特徴があります。開発したきっかけはあのうちの息子あの長男なんですが、小学校3年生の時にリコーダーがすごく苦手で本当に苦手であの学校に行きたくないって言われたんです。しかも朝言うんですよね。<laughs> なんとかしてあのリコーダーが 上手になる方法はないのかなって考えました、はい。リコーダーの曲面はシールが剥がれやすいためさまざまな素材や接着剤を試しながら開発を進めた北村さん女性のためのスタートアップオフィスエフサス横浜を運営する横浜企業経営支援財団の支援を受けて商品化しましたこちらのエフサス横浜さんで創業補助金を採択されたので。 作らなきゃいいいけななう気持ちになりましてどうしても製品化してそれだったらあのみんなに喜んでもらえるような商品をあの販売したいなっていう気持ちになったのがあの強くだんだん強くなりましてあの今に至ります私もあの息子がもっともっとリコーダーをあのうまく弾いてもらいたい吹いてもらいたいっていう気持ちが あったんですが、盲学校のお子さんあと病院からも注文があったりとか本当にあの困っっってていいる方がが多かったとっうことが私自身びっくりしてます。女性が開発した優れた商品サービスを認定する神奈川県の神奈川なでしこブランドにも選ばれたフエピタ北村さんと同じように商品開発のアイディアを持つ主婦の方へのアドバイスを伺うと。 主婦目線の商品はとてもこうお母さんが困ってるとか子どもが困ってるとかそういったものを商品にしたら欲しいいいってうう人がたくさんんると思うんですよそれなので諦めないであの前に進んでいってほしいなとは思います。